チーズもあるのでね、チーズも入れて作ります。3分の1量だから小麦粉が70g。 3分の1、このぐらいか。うまくできるといいけど。まず小麦粉。そう、私計量カップ買いに行こうかなって思ってたんですけど、プロテインのカップあったから2個もいらないやと思って。プロテインのカップです、これ。邪魔になるので同じもの2個あった。何個ぐらい作れるんやろ。多分ね、何個作れるかな。ちょっと入れてみないと分かんない。結構作れそうな予感。小麦粉で卵を割ります。卵卵割り、今天我吃ベビーカステラ。ベビーカステラってなんて言うんだろうね。で、卵1個と砂糖が小さじ2、牛乳が200ミリだから70。これ目分量やと。てかさ、なんかここ窓のこととかめっちゃコメントくるからさ、どうにかしたいですね。多分イヤホンつけるのがいいんだろうけど、ちょっと私窓を閉めたくないから。だから これめっちゃ楽じゃない。プロテインのとこでやつでさ、こう混ぜればいいから、そのまま。それで、あとは砂糖を大さじ2。混ざるかな。混ざるといいんだけど、逆に混ざってくれないともできない。あとはね、なんか餃子、シューマイか、シューマイか小籠包
めっちゃ美味しいよってめっちゃ友達が来とって、いつかやってみたいですね。チーズも入れたいなと思っております。眉毛染めてないです。砂糖が大さじ2、ちゃんと戻ってくれるといいな。シングルのフラゲビねえ楽しみ。なんかさあれですね、来週からチーム K4 のなんか固めみたいなのが始まるんだけど、今週も結構怒涛の1週間になりそう。やばいですね、やることいっぱいありすぎて。シングル発売がやっぱ楽しみかな私は。楽しみだな、美味しそう。なんかいい感じに生地っぽくなってきた気がする。チーズも入れちゃうので楽しみです。
いけそう。これをね、火をつけまして声聞きで焼いていくんですね。よし、電源が入りました。裏引いて、あとやることは冷やしてたらいいかな。普通に冷やさなくてもいいか。可能性を見に来ました。わ、なんか走ってるアリス。あ、バレンタインだからか。お箸がいるかな。お箸と、感じです。温まってきたので、ひろちゃん可愛い。あ、シシ、嬉しい。今から焼きます。たこ焼きで作るミートボール。ミートボールは作ったことないな。お弁当とかにね、たまに入ってくる。よし、じゃあそろそろ作っていこうと思います。油を敷いて、いいかな。
では入れていきたいと思います。これを機械の中に入れます。なんかたこ焼きだとさ結構いっぱい溢れさすぐらい入れたりするんですけど、これ7分ぐらいでいいらしい。膨らんでくるっぽい。ちゃんとできたらいいけどな。入れたらミスるね。中身どんな感じになってるか。あ、分量もねちょうどいいかも。ちょっと少ないぐらいか。こんな感じ。こんな感じです。私はチーズを入れちゃいます。自炊っていうか、まあほぼたこ焼き器メレシピだけど、で一番役立ってるのチーズ説あるな。チーズ入れとけば美味しいですか。そう、ベビーカステラ。よし、2個だけプレーンにしておこう。で、しばらく待ちます。おー、いいね。焼けてそうなのは返しちゃいます。うん、なんかいい感じ。その見た目のカステラ味は置いといて、いい感じではある。今返し中です。
今日なんかずっと目がしばしばしと、今日フリーレをねやってきたんですね。美味しそう、チーズのいい香りする。いい感じだと思う。よし。見て。感じです。よきみ。焼けたかな。カステラとかってさ、いつ。いいのかな。わ、美味しそう、やば。美味しい。おいしい。ちょっと誰かスクショお願いします。ちょっと どうでしょう。取れましたでしょうか。めっちゃいい感じなんだけど、画質あんま良くないかな。どうでしょう。ちなみにめっちゃ美味しいです。うん。チーズ入りのベビーカステラです。ラスト卵を使い切りました。
美味しいですね。月曜日か。チーズが正解、本当に。少しで仕事終わりそう。お疲れ様です。冷えたらもう一回甘く感じようかな。でも焼きたて美味しいよね。美味しい。食べやすいですね。チーズ入り。甘く感じるか。食べてるところをスクショしたら半目か目つぶったやつしか。誰か撮ってくれとうかな。ツイッターとかでハッシュタグでお名前つけてあげてくれたら嬉しいです。明けよしで。チーム系高評価にも慣れてきました。これからは高評価がメインになる速範囲に行きますね。そっか、警報公演がメインになっちゃうのか。でもシングルのリリース期間はシングルの活動もできるので楽しみです。感じない好吃うん、美味しいよね。モンキーマジックさんのライブね、良かったですね。ザヒッツっていう名前のライブで、知ってる曲全部やってた。雪が取り配信ぐらい、ゆがちゃんのたこ焼き配信に遭遇すると嬉しい。そう言っていただけてありがたい。
ちょっとウィンナーも焼いちゃおうと。ユニット戦の放送日も楽しみ、うんうん、牛乳なくなっちゃいました。うん、おいしいけどいっぱいできちゃったな。8日に IH 対応のお鍋を持っていきますね。ついにたこ焼き生活に終止符が打たれるということですか。どひゃー、朝ごはんに回そう。ありだね、全然。どうしようかな。あ、インスタ用のたこ焼き器。たこ焼き器は、コンセントとなら、だらできるんですよ。もう、IH とかの次元じゃないの。楽しみに待ってた。優しい。ありがとうございます。これどうしようかな。ラップに入れとくか。冷えてから食べても美味しかったらいいな。ウインナー食べたくなったのでウインナー食べます。6粒、これは明日の朝に食べてみようと思います。普通に食べちゃいそうだな。たこ焼き器で作るチーズフォンデュも美味しそうだけど、チーズがくっつきそうかな。いいですね、それも。
今ウインナー焼き中。いい音がしてきました。ウインナーってさ、生でも食べれるのかな。焼いたがいいのか。やっぱりおいしそう。いい感じです。ベーコンとかは焼いたが安心。へえ。焼きました。いいビジュアル。最高ですね。いい音だ。ねえ、美味しそうでしょ。ケチャップもありますし、ちょっとチーズを一緒に焼きました。もう美味しいじゃん、こんなの。キャンプ飯の感覚に近くないですかね。いただきます。おいしい。アルトバイエルンだった？ちょっとパッケージ見てないから分かんない。
え、アルトバイエルンだった？赤っ。美味しいんですか。これも喋っといて一応。誰かあんまピント合ってないよね。私が前に来ればいいっていう話ではない。撮れましたか写真。うん、美味しい。キャンプ飯やん。美味しいです。おいしおいしい。牛乳買うメモ。
ゆかちゃんの配信見てソロキャンプしたくなりました。ねえ、キャンプいいよね。あの日かました、ラララララララ。エゴサーチしてみよう。お、いい感じ。いいですね。え、美味しそうやん。あの温泉の温泉風の写真がすごく好評で嬉しかった。温泉行きたいな。ファイヤーの音で弾き語りいいですね。最近さ、まあ、すぐ飽きると思うんですけど、ラインブームみたいな機能のブルブル動物ってやつ育ててる。温泉の後はコーヒー牛乳派ですね。
いのブルブル動物。なんか私のやり方よく分かんなかったんですけど、広告で出てきたんだよね、ブルブル動物。なんかめっちゃ通知来るから通知オフにしちゃったけど、もしかしてもうベビーカステラ終わってしまったってなってきてる。もう焼き終えてさ、ウインナーまで食べて美味しかったです。あと何個かある。高い経験の可能性にハマってしまってるから今日一苦しい気持ちになってる。なんでよ。明日まで残ってないかも。明日の朝フルーツグラノーラ食べようかしら。おいしい。納豆食べた。納豆いいね。納豆買ってこようと。なんか納豆キムチスープが一人暮らしの時おすすめって若にゃんに言われたので、設備が揃ってきたら作りたいなって思ってるところ。キムチ鍋とかもしたいし、キムチめっちゃ好きなんですよね。トッピングとかであったら選んじゃう。あと炊飯器もいとこからもらったから、炊飯器があったら、なんか炊飯器メニューもいろいろあるから、たこ焼き器一通り終わったら次は炊飯器メニューですね。一歩一歩。
炊飯器でパスタ茹でてます。そんなことできるの早いのかな。私みたいにさ、マジで鍋なくて炊飯器しかないっていうんやったら、あ、パスタ食べれるやんじゃん。有力な情報ありがとうございます。楽しいですね、意外となんかこういうないじゃん、やっぱなかなかさ。んチーズケーキも作れるよ、だって最高じゃん。そう、いいね、炊飯器でパスタ茹でられるのいいな。レンジでね、いろいろ作れるっていうことを知ってるし、お湯でお湯が沸かせられればラーメンとか食べれることも知ってるんだけどまだないっていう、ぼちぼち揃えていこうかなっていう感じ。何雪平なんて、一個一個の家具の可能性をねちゃんと見出してあげてから炊飯器に移ろうと思うので、まずはたこ焼き器をね、可能性を最大までね。制限ある中でご飯作るのちょっと楽しくなってきてないそうですよ、たこ焼き器ちょっと愛着湧いてきたもん。最初はもう待って、ラーメンも作れんしパスタも食べれんやとか思ってたけど、なんかいろいろできるみたいなので楽しみです。まだまだだからもう20羽ぐらいしかまだ魅力伝えられてないです、たこ焼き器の。だからね、次やりたいのはシューマイ、シューマイかな。でも一人でねシューマイ食べるのはちょっとなんか多すぎな気がするから、誰か呼んで小籠包パーティーしようかな。トランポパーティー大いにあり。うん、焼きおにぎりできそう。焼きおにぎりするなら肉巻きおにぎりがいいな。シューロンポパーティーですね。ねー、その前にちょっとだいぶ片付けないと、まあ、荷ほどきがね全然できてないのと、あとシーツとかさ、今とりあえず来客用の
シーツとかお布団カバーとかしてるんだけど、私真っ白が良くて、無印良品とかに売ってるのかな。シェアハウスしてないんですか。シェアハウスはもう去年年末かな、年末に解消したというか、まあ、決まってたので、もともと私も一人暮らしするの、それまでのって感じでした。いいですね、こうやって自分の時間で配信したり、配信できづらいっていうのがちょっとあれだったけど、自分のね時間をちゃんと過ごせるので、一人暮らし割と好きかも。美味しかった、ありがとうございます、あげてくれてる皆さん。これなんかツイートしたいよね、このたこ焼き器の可能性を。どんなツイートがいいかな。今まで作った料理たちを集めて、次炊飯器やりたいな。辛いの食べたい。なんかこれおすすめよっていうご飯、ご飯っていうか、なんかパーツ、例えばここのこのキムチが美味しいですよとか、この納豆が美味しいですよとか、この商品健康に良くて美味しいですよとか、いろいろあったらぜひ教えてほしいです。知らんことばっかなので。横山翔太の気持ち、へえ、調べてみよう。美味しいよ、キムチ。うん。松角にあるキムチ屋さん。西陣にもあるのか。私さ、六つ角、薬品松角にさ、六つ角っていうパン屋さんあって、博多駅とかにもあるんですけど、可愛い名前だなって思いました。六つ角やけん六つ角っていいよね。なんか店舗はどこがあるんだろう。薬品と西陣と白菜キムチ、美味しそうなんですけど。インスタもしてるんや。あ、千代、千代が本店なんですね。いろんなとこにある。横山翔太のキムチハローデイとかにも売ってたりするよ。見つけたら買ってみよう。薬品エリアはね、美味しいご飯屋さんめっちゃいっぱいあるよね。
そう、三つ角にありますよね。リクイーン広尾あたりのねえ、いっぱいお店ありますよね。餃子リーもあるし、聴力あきちゃんエレタンと同じグループになんないといいね。そう、決勝はね4グループに分かれて、4グループに分かれて決勝あるので、その例えば予選 A 準決勝か、ちょっと分かんないけど、5人いて、5555 20人5555で分けて、 ABCD で分けて、1人ずつ予選1位の人、2位の人、3位4位の人までは分かれるんですけど、それからはくじ引きで決めるっぽいからねえ。同じグループでやっぱいっぱい上がりたいなって思うからね。バイトで行かないと。てな感じですかね。終わったらツイートしようと、たこ焼き器の可能性を広げてますっていう。こんばんは。やばい、新公演の練習しなきゃだ。本当にね、なんか大変、新公演の。しかもポジションとかもあるから、そう、なんとか頑張らないければ。ね。ちょっと後ろの方のポジションだと分かんないですね、 V 見ても。ぼちぼち頑張ります。歌唱力決勝は当選したら現地に見に行く。嬉しい。そう、歌唱力とシングルの活動が私は楽しみかな、これからは。あとは即興劇3月にあるし、お芝居もねできたらいいなって思って、これも転売3オーディションがね、私もオーディション受けるのでどうなるかなって感じ。つかみ取れるように、オーディションね基本いろいろありますけど、
練習やりすぎないようにね。そう、キンキンの練習はあんましないようにしようと思います。それまでの練習は絶対した方がいいから。そう、本番前日当日とかあんまり、それまでに仕上げてやっていこうと思います。あ、抽選に申し込んだ、ありがとう。でね、ファイナリストライブにも無事に行けるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。これもてからのおしゃべり会福岡と激アツやん。そうなってほしい、ぜひとも。龍角さんめっちゃある。あと加湿器か、加湿器かケトルを買おうって思っててさ、どっちがいいと思う？まあ、どっちもあればいいけど、私ケトル別にいらんかなって思ってたんよ。鍋、お鍋で温めればよくないって思ってたので、ちょっとお鍋はまだないんですけど、だからケトル別にいらんかなって思ってたけど、あったら便利なのかな。普通に加湿器買うか。劇団新幹線さんの舞台出てみたいですね。オーディションとかあったら受けたいけどね。めっちゃケトル意外と使わん。そうなんだよね、なんかあったらさ、ポチって押しとけばね。なんかお湯沸かしてなんか飲みたい時とか、なんか味噌玉とか作ってさ、お味噌汁飲みたい時とかケトルあれば便利だよね。まずは加湿器。おお、加湿器派だ。電気ポットとケトルって何が違う？オーディションやってないのかな。朝コーヒーとかインスタントのスープ作るのにケトルが必要。ケトルで加湿できそうな気もする。それどうなんだろうね、なんか蓋開けたらってことだよねきっと。電気ポットは保温ができる。でも保温機能あんまいらないかもな、一人ですしね。洗濯物加湿レンジ手配すらってそんなんや。洗濯物はそうだね、中に干してるっていうか、加湿したくて中で干してる。夜間いいですね、ずっと温まりそう。あ、ポット派とケトル派で分かれてるわ。どうやって気をつけたらいいんだろうね、それって。ポットかケトルか。ケトルかな、あ、ケトルですね。ポットってあれか、こう押して出てくるやつ。ケトルがいいかな。アマゾンで見てみよう、ケトル。ケトル白。ちょっと白基調にしたいんで、白にしよう。
いろいろあるね。ピンキリやな。アイリスオーヤマ。どれがいいんやろうか。なんかじょうろみたいになってるやつある。注ぎ口が。正直なんでもいいよね本当に。バルミューダとかあるけどさ、ケトルに関しては、メーカーの品やったこと。なるほどね。じゃあどれがいいかな。ピンキリだな本当に。5000円以内ぐらいでいいかな。アイリス大山いいやん。これでおくって考えて、パフェ、パフェ、どれがいいかな。どれにしよう。トライアルで1200円で買った。わ、いいね。なんかそういうの全然なんかなんだろう、良さそう。めっちゃネットで買うとさ、ちょっとマジでいろいろありすぎて何がいいかわかんない。誘惑したけど、しそうだよね。じゃあ1500円以内で一旦見てみよう。1500円以内はないけど、普通に1600円とかあるな。ここライン、どれがいいんやか。トライアルなんでもあるよなんて、あんまり行ったことないな。可愛い系のないかな。売れ筋ランキング見るか、アマゾンで。
ファール。ティファールが人気なんですね。ファフェってどこなんだろう。初めて見た。ブランド。わ、白あるやん。え、これがいいな。富士ライフ。え、ファフェじゃない？富士ライフ、どういうこと？富士ライフなのかファフェなのかどっちなんだろう。え、あ、富士ライフ略してファフェかと思った。どういうことだ、ちょっとよくわからないけれど、いいかなこれで。なんか同じやつがさ違う値段で売られてたりするよね。富士ライフケドル、うん、これにしよっかな。同じの見てるってすごい、リモートで。ドンキにも売られていましたって書いてる人いる。楽天の方安い。なるほどね。でも送料かかるから結局変わんないか。1万円のケトルとかあるのかなって。よし、買っちゃおうと。これさ、新しいとこに送るのちょっと怖いっていうか、ちゃんと受け取れるかが心配だから、
て。いいかな。そう、実家の方が受け取りやすい気がする。事務所だとね、ちょっと他のメンバーのプレゼントとかと一緒になっちゃった。逆に明後日届く。30cm。よし、いい感じです。オッケー。ちょっとずつね、物資が揃ってきて、キッチンバサミはね、ちょっとなんかみんなダイソーのやつで十分だよっていうコメントがあって、とりあえず買ってみました。じゃん、まだ使っとらんけど楽しみですね、これ使う時が来るのが。いつか来るでしょうか。呼ばれてこっちって来る目処ないけど。ぼちぼち揃えていこうと思います。わっ、何これ、すごいかわいい。ね、何でも切れるよって。むしろいいかもって思ってて、なんかまな板洗ったり包丁洗ったりってするよりか楽で良さそう。だいぶ無駄がない生活になってきた気がします。あとはお野菜をどうやって取るかやね。鍋とかしよっかな今後って感じです。なんか早い時間で始めるとさ、私実は夜配信することが多いからなんか変な感じするわ、早すぎてね。9
くじじゃんとお掃除でもしようかなこの後。なんかマスキングテープ買ってさ、一人暮らしの周り一人暮らししてる人とかに何やったらいいかなって。あと水回りもなんか埋めといたらいいよって言われたんだけど、そういうアドバイスをいっぱいもらったんですけど、水回り見てみたら隙間がなかった。だからやらなくていいってことなのかしら。多分なかったと思うんだよ。であとはあとなんだっけ、マスキングテープをなんか壁と床の隙間に貼るといいみたいな聞いたんだけど、まあそんなに段差ないんだよねそもそも。撥水加工を洗面台にすると汚れにくい。え、それ確かに。まだ掃除すればいいもんね。あとあれだ、鏡の曇り止めを塗ろうって思ってた。水回りの隙間がちょっと何のことか分からなかったから、ないのかもしれない隙間が。あさってケトルが届きますので、それでちょっとご飯とか食べられる一杯。味噌玉作ってさ、味噌玉作ろう今度。味噌玉作り配信バリシミ味噌にさ、あのわかめとお麩とか入れて丸めとくんよ、ラップに包んで。こうするとケトルで沸かせばすぐ食べられる味噌汁が。でご飯ももらっ、おばあちゃんからもらうけん、でいとこの炊飯、めっちゃ一人暮らしじゃん、生活力高っ。でプラスでいろいろね、なんか副菜というか副菜もあったり、あとなんだお漬物とかね、いろいろあったらもう最高じゃんね、それだけで。たまにお魚焼くのはまだちょっと早いな、私にはまだその未来は見えてないな。味噌玉って戦国時代の侍が食べてたの、ちょっとわかんないけど、でも割と周りやってますよ生活力高め女子が結構やってるイメージある。味噌玉私の友達が教えてもらったし、いいよって。で冷凍してさ入れとけばすぐ朝とかね、めちゃくちゃいいじゃんね。あとさ、ベッド周りを無印良品で買ってる人います？私シーツと、さっきも話したけどシーツと布団カバーと枕カバーとか全部白にしたいんだよね。めちゃめちゃシンプルな部屋にしたくて、だから今度見に行ってみようかなと思ってるとこ。あと化粧水と乳液も買わなきゃ、ちょっと買うものいっぱいありすぎるね。でもだいぶちょっとずつ買い揃えていって落ち着いたらいいなという気持ち。てな感じです。では私はそろそろお風呂に入って公園の練習をして、明日パジャドラか、明日パジャドラニトリで揃えた。おいいですね。ってな感じですかね。じゃあまたね、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。バイバーイ。じゃあランキングを読みます。
13位からリトル、下川ミラ、ヤマポ、タダタンタン、プニ、リュウガ、マンゴスチン、クリアマリナ。6位がワカ、5位サンガ、4位ドン100キロ、ベスト3が3位がノーノーノー、ありがとう。2位がノブ、お、秋吉アバターだ。1位がネル、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。あ、もう終わっちゃうの。またお会いしましょう。またメール送ります。ありがとうございました。またね、バイバーイ。ありがとう、バイバーイ。